母子in九州は、九州旅客鉄道が運行する、周遊型臨時寝台列車である。七つ星 in 九州のエンブレム、九州各地を巡り、自然、食、温泉、歴史等を楽しむことを目的とした観光寝台列車である。2013年10月15日に運行を開始した。列車名は、九州の7つの県と、九州の主な7つの観光素材、さらに7両編成の客車を表現したものである。JR 九州では本車両を、大人の空間と位置づけているため、ツアー参加者は中学生以上に限定されている。車内の共用スペースでのドレスコードはスマートカジュアルと定められ、ジーンズやサンダルは禁止である。車内は全面禁煙で、寝台個室にテレビは設置されていない。運行開始して4年以上が経過するが今なお人気は高く、2017年春時点で申し込み倍率は、約22倍、最多リピーターは5回。2014年にブルネル賞を、2016年に第1回日本サービス大賞内閣総理大臣賞を受賞。この計画は以前から JR 九州のデザイン顧問である三藤岡鋭治が構想を練っていたもので、列車名などの公式発表以前は仮称としてクルーズトレインなどと呼ばれていた。3泊4日コースと1泊2日コースをそれぞれ週に1回ずつ運行し、半年ごとにコースが変更される。1人当たりの価格は1泊2日で15万円40万円、3泊4日で38万円95万円で、関東、関西など国内観光客やアジアの富裕層の利用を見込んでいる。これらは旅行商品として販売されるため、本列車は団体専用列車の扱いとなる。発売窓口は JR 九州のクルーズトレイン専用窓口と主要旅行会社博多駅3階の JR 博多シティ改札構外に設けられる専用ラウンジ、近世でも旅行相談及び対面販売も行われる。申し込む際には参加者全員の氏名を登録する必要があり、名義を変更する場合には手数料として1万円が必要である。転売防止のため、2名とも変更することはできない。なお、機関車や客車の検査により長期運休となる場合がある。過去の緊急ルート変更熊本地震による緊急ルート変更1泊2日コースの1日目、3泊4日コースの1日目及び2日目は変更はない。本項では変更後のコースのみ示す。平成29年7月九州北部豪雨による緊急ルート変更1泊2日コースの1日目及び3泊4日ルートの2日目に変更はない。本項では変更後のコースのみ示す。久志台本線、豊肥本線の普通に伴い、平成30年春を目安に予定していた新ルートの一部である門司港、宇佐経由及び肥薩線の昼間走行を約半年早めて迂回ルートとして設定した。平成29年台風18号による緊急ルート変更、2017年9月19日以降3泊4日ルート全日程において変更が実施されていた。そのためこの項では全日程を記載する。久志台本線、豊肥本線、日豊本線の普通に伴い、9月19日出発の七つ星 in 九州の3泊4日コースより変更が実施されている。うち2日目の途中までは1泊2日コースを踏襲した形となっている。その後、日豊本線の運転再開に伴い、2017年12月19日以降は、前述の平成29年7月九州北部豪雨による緊急ルート変更のルートに戻して運転している。専用のディーゼル機関車1両と客車7両で運転されている。機関車、客車ともにすべて大分鉄道事業部大分車両センターに所属している。最大33パーミルでの連続勾配における軌道や列車密度の高い線区での加速性能を考慮し、日本貨物鉄道が開発した電気式ディーゼル機関車 DF200 形エコパワーレッドベアを設計の基本として、7つ母子イン吸収仕様に外観などを設計変更した。形式表記は DF200-7000 が使用され、連結機は77系客車と同様に密着自動連結機を採用しているが、波形自動連結機と連結する際には連結機の動きを上下左右から左右のみの動きに切り替えるための切り替えレバーが装備されている。なお、回送やプッシュプル運転時の際には黒色塗装に塗り替えられたD10型が DF200 型を含む編成ごと牽引する。また DF200 型は予備車がないため機関車故障の際は代走としてD10系2両による10連運転が行われたことがある。専用の77系客車が使用される。寝台車5両とダイニングカー、ラウンジカーで構成された7両1編成で、製造は JR 九州小倉総合車両センターが1の3号車を、日立製作所、笠戸事業所が4から7号車をそれぞれ担当した。小倉総合車両センター担当者の車体交代は、日立製作所で製造された。寝台個室は、スイート12室、デラックススイート2室の計14室で、定員は28名である。客車の形式には、旧一等寝台車を示す、稲の記号が1955年に廃止されて、以来58年ぶりに使用されている。車両形式番号は国鉄70系客車を踏襲したものとしたが、車番の重複を避けるために全車が7000番台の車号が与えられている。車両製造費は7両編成で約30億円である。内外装のデザインは水戸岡鋭治が担当している。展望車の窓については曲面ガラスを採用せず、窓枠付きの一枚窓となっている。これは窓枠を額縁に見立て、車内から見る窓の外の風景が額縁の中の一枚の絵となることを意図したもので、30億円の額縁と呼ばれている。2011年に水戸岡が描いた初期のイメージ図では、パノラマ窓風の面ガラスであり、近未来風の車両デザインだったが、JR 九州社長の唐井ケネジは、近未来風のモダンはやめましょうと、初期デザインを没にし、その後水戸岡は、豪華さとは何だろうかと悩んだ末に、古くて、懐かしい、懐かしくて新しいという答えを出して、今のデザインが完成した。列車内の重機で、既製品は、ルイス・ポール線のランプのみである。客車が7両編成となったのは、山間部の制約が大きく、機関車を入れて8両、約160メートルが限界という車内での検討の結果による。関係者への取材によれば、社長からは、もう1両増やせないかという話があったものの結局、断念したという。車体は817系電車のものを基調としたアルミニウム合金のダブルスキン構造を採用しており、全長は 2500mm、車体幅は 2936mm、全高は客室内の天井の高さを最大限確保するため、車両を限界に近い 4080mm とした。空調装置は三菱電機が開発したもので、1.2 号車は AU700K を1両に2機、3から7号車は AU701K を1両あたり5機搭載しており、空調カバーと屋根のカーブを極力合わせている。サービス電源として 1.2 号車消火に、発電用エンジン SA6D140HE-2 を1機ずつ搭載し、交流発電機 DM700K を駆動して参照、交流 440V、60Hz を出力する。給電区分は1号車のエンジンで1から4号車、2号車のエンジンで5から7号車が基本とされており、各車に装備された、D10系ジャンパ連結機で、各車両に引き通されている。車内状況に応じて、静粛性が必要な際には1機のエンジンで、編成全体に給電させることも可能としている。制御回路は別の70系ジャンパ連結機で連結され、各車両に引き通されている。ブレーキは電気指令式空気ブレーキを採用しており、1号車と7号車にブレーキ読み替え機を搭載して、機関車から客車へのブレーキ指令を送る、ブレーキ間の圧力変化を電気信号に読み替えてから、電気回路で各車にブレーキ指令を送りブレーキを作動させる。また、電気指令式空気ブレーキが使用できない場合には、各車にバックアップで搭載された CL 型自動空気ブレーキに切り替えて、運転を継続できるようになっている。台車は787系電車の TR400 をベースにした、ボルスタレス台車の TR407 系であり、軸箱指示装置は、円筒式相互無式で軸バネのコイルバネ内に装備されている。軸箱の上には軸段波が装備されており、アンチ用段波のほか上下方向の振動に対して段波の減衰力を切り替えて振動を緩和させる可変減衰上下動セミアクティブ段波を上下方向に空気バネと並行して台車枠と車体との間に取り付けている。さらに、1号車と7号車には空気圧式のフルアクティブダンパーを搭載しており、それを作動させる他に空気バネや空気ブレーキに使用される圧縮空気を 4.6 号車に搭載した MHz3095KSC1500K 電動空気圧縮機により供給するが、機関車からも元空気ダメ管を連結して客車で必要な圧縮空気の供給を行う。車両間の連結には密着連結機及び密着自動連結機を採用することで、連結面間の誘間をなくし、前後衝動を緩和している。また、連結時には、機関車との間で、158系ジャンパ連結機を連結して、機関車側で客車のブレーキ不寛解、火災表示、エンジン故障表示、非常警報表示などの客車の情報を表示して、監視できるシステムになっている。寝台個室は、全室シャワートイレ付き。ただし、水タンクの容量が2日分しかないため、3泊4日コースの場合は2日目の夜に車両を一度鹿児島車両センターに改装して、水及び燃料を補給する。洗面台の洗面鉢は、2013年6月15日に死去した14代目酒、井田柿右衛門の遺作である。7つ星専用バスいすずが原キロリットル LV781R2 西高 98MC ネオロイヤル C 愛日豊本線隼人駅上記のように校庭の一部には列車から下車してバスで移動する区間があり、その区間の移動には JR 九州バス鹿児島支店が保有する列車乗客専用のバス車両が使用される。この車両は既存の貸し切り車両、車両番号 641-0980 を改造しており、列車と同じく、水戸岡がデザインを手掛けている。列車と同じ塗装で、車内天井、床、肘掛け、荷棚には木材を使用し、座席数は32席として、シートピッチを拡大するほか、最後部に、トイレ、洗面所を設置している。また、バスは、鉄道車両の異常等のバックアップとして、バス工程以外でも随行しているという、JR 九州77系客車に関するカテゴリー。ありがとうございます。